西イ沢遺跡は、北海道函館市議協調に所在する、縄文時代前期初頭から、中期抜用にかけての大規模集落遺跡である。出土遺物は1971年3月5日、北海道指定有形文化財に指定されている。函館市の中心部から約6.5キロメートル、低平な段丘が西に開けた西議協と呼ばれる場所に、 東西600メートル、南北400メートルにわたって位置する。遺跡の広さは約15ヘクタールと、北海道内でも最大級の大きさで、円筒仮想式土器や上層式土器などの生活道具が大量に含まれた厚さ4メートルの文化層も発見されるなど、北海道、東北の中でも最大級であり、青森県青森市の山内丸山遺跡にも、 匹敵する大規模遺跡の一つと考えられている。1949年に、北海道大学教授の小玉作材門、同大助手、大場敏夫の指導の下私立函館博物館が調査主体となり、函館市内や札幌の中学生、高校生らのべ1335人も参加しての45日間にも及ぶ大規模な調査が実施された。同調査の結果、 地表から深さ五メートルにわたる地層から完全な形の土器が発見されたことで、縄文時代前期から中期に至る約二千年間の遠藤土器文化の移り変わりを把握できるようになった。また、骨格性の魚老具や狩猟生活を示す数々の道具、人の顔を模した装飾土器や五符を意味する人形も出土し、これまで不明であった本州との文化交流の状況などが、 明らかになった。調査された2箇所の貝塚では、異物の方眼層は5メートルに達し、7つの文化層からは、円筒土器が相違的に出土した。地表面から4.5メートルの深さまで異物を含む層が確認され、全部で25層に分けられる。遠筒土器を含む異物層が7層あり、第1から第4文化層が、遠筒化層式、第5から第7文化層までが、 円筒上層式と順序よく出土し、北海道においての円筒土器の仮層式から上層式に至る変遷が明らかにされた。円筒仮層 AD 式土器、円筒上層 AE 式土器など、円筒土器文化の全般にわたる乾らがあり、各文化層から出土した土器には、サイベサワー I 式からサイベサワーセブン式までの7つの土器形式が設定され、南北海道の標準となっている。 出土した円筒土器や各種の石器類、骨格器類などは北海道南部と東北地方北部との関連性を伺わせるものが多く、その一部が昭和45年に北海道有形文化財に指定されている。北側ビーチ店からは円筒仮想 D 式土器を中心とする五角形の彫り込みを持つ楕円形の住居跡3件が検出されている。異物の分析状態から 沢の南北に二つの住居跡群の存在が推定されている。河原家の他に石皿、石缶などの石器類、土偶、土製品が出土している。貝塚はアサリ、ハマグリを、オモトシ、鏡貝、冷た貝なども含まれ、鹿、イルカ、マグロ、カジキなどの動物遺体、および、行楽層の人骨が出土している。ありがとうございます。